全国のカンツラさん旅す釣れないカンツラこと旅ます一号です。季節はもう6月、エリアトラウトには厳しい気温でしょうかね。そんな中でもごくごく一部のバカンツラが楽しみにしていることがあります。それは梅雨。いやいや、それはないと思う方もおられるかもしれません。そんな雨嫌いなカンツラーの皆さんのために今回の動画のテーマはこちら。さて、まずは大半の方から嫌われている雨の魅力を少々お伝えしましょう。6月の梅雨時期といえば、日によってはやはり気温が上がって釣れにくくなりますよね。その釣れにくさを解消してくれるのが実は雨なんです。魚的に言えば水面が騒がしくなって警戒心が薄れます。人間的に言えば日差しがないので装備によっては快適な釣りを楽しめる。こんな雨の日は夏に向けたトップや表層の釣りの練習なんかもいいですよね。そんなわけでご紹介していきましょう。雨の釣り、持って行った方がいいもの3選、旅ますチョイス。1つ目、レインウェア、ガス、ブーツ。そりゃそうだろう。そもそも持っていかない人っています？ここで旅マスがお伝えしたいのがレインウェアであって雨がっぱではないということ。レインブーツであって長靴ではないということ。 Understand？ 最近のレインウェアはアウトドア需要も高まり、様々な業界から登場しています。カンツラ御用達の釣り業界、山登りをはじめとするアウトドア業界、はたまた日々のお仕事ご苦労様でおなじみの社畜作業着業界などなど、デザインも価格も多種多様に揃う現代だからこそレインウェアにこだわってみてはいかがでしょうか。ちなみに私個人は黄色い看板の作業着業界を愛用、当然仕事兼用だ。あとレインウェアを選ぶ際はこの機能絶対必須です。ご注意ください。旅ますチョイス。2つ目、トップウォータープラグ。腐っても釣りチューブなんですよね、旅マスチャンネルは。なのでしっかりと釣りグッズもおすすめしていきます。トップウォーターって皆さん結構使います？おそらく誰もがこう答えるんじゃないでしょうか。状況に応じて。そうです、その状況が雨です。雨が降ると強さにもよりますが水面を意識する魚が多くなるような気がしてます。そんな時はトップの釣り試してはいかがでしょうか。例えばこんなん、こんなんやら、こんなんも釣れるだなんてお約束はしません。だって旅マスですから。普段とは違った状況、普段とは違うルアーチョイスしてみるのも楽しいかもしれませんね。旅マスチョイス。3つ目、アンブレラ、傘。は？レインウェア着てるでしょと思ったカンツラさん、甘いです。傘を使いたい機会っていうのは結構あります。それは動画を撮るとき。そう、旅マスくらいのチューバーをエンジョイしてますと重要アイテムなんですよね。今流している動画も当然傘の中から撮影しています。とはいえ動画を撮らない方の方が実際多いですよね。そんな方でも手ぶらで釣りはしてませんよね。タックルボックスやバッグ、持ち寄るアイテム結構ありますよね。そんな時に活躍してくれます。タックルボックスなんて濡れても大丈夫と思う方も多いかと思いますが、開け閉めが多い方なんかは中までびしょびしょってこともあるんですよね。つわものカンツラーにはタックルボックスに傘を装着させるような改造してる方もいます。傘一本持っていくことおすすめしますよ。さあ、いかがだったでしょうか。うんざりな梅雨時期や雨の日でもしっかり装備していけば快適に楽しむことができます。特にこの時期の雨は気温上昇も抑えられますので、意外に快晴時よりも快適かもしれませんね。準備を怠れば地獄の雨ですが、しっかり準備をすれば最高の雨、そんな雨缶釣り楽しんでみては。それでは今回の動画はここまでと言いたいところですが、最後の最後にこれだけはお伝えしたい。着替え忘れんな。それではまた次回の旅マスチョイスでお会いしましょう。お相手は釣れないカンツラこと旅マス1号でした。